はい、こんにちは、海坊主です。今回のダートラリー 2.0 なんですけど、またまたね、 FR の練習っていうか、まあ後輪駆動の練習なんですけど、使用する車がね、前回から GT カテゴリーに移ってますね。で、今回使用するのは、まあ映像でも出てるカマロですね。シボレーカマロです。しかもね、これ多分スペック的にね、 GT4 なんですよ。まあヨーロッパをね中心にね、あの GT3 の下位カテゴリーとしてね、 GT4 レースもやってるんですけど、まあそれに使用してるね GT4 のカマロを、まあラリー用にしてラリーで使ってるみたいな感じだとは思うんですけどね。実際にねこんなことをやってる人がいるのかどうかわかんないですけどね。 GT4 車両をねラリーに転用なんてはちゃめちゃなことを。しかもね、この車スペックがすごいんですよね。V8 6.2 リッターで、車重がね1450キロ、パワーが460馬力のね NA エンジンとなっております。で、これぞアメリカンって感じのスペックですけど、しかもね今回はその車両を、まあフルスノーの路面で乗ってしまおうということです。で、今回はねちょっとあの SS をね、長い SS でやってますのでね、ちょっと長めの動画になるかもしれません。それでは本日もよろしくお願いします。6ライト50、3レフトタイトゥイントゥー6、ライトオープン、イントゥー3、レフト。イントゥー4、ライトオープン、50。フラットクレスト、50、4、レフトタイトゥー。イントゥー3、ライト、エクストラロング、オープン、オーバージャンクション。イントゥー3、レフト、オーバークレスト、イントゥー5。ライト&4、レフト、オーバーディップ、オープン、オーバークレスト、404、レフト405、ライトタイトゥーン、3エクストラロング、403、レフトオープン、エクストラロング、タイトゥーン、イントゥー3、ライトロング、イントゥー6、レフト、オーバークレスト、オープン、ロング30、3、レフト、オーバークレスト、60、3、ライト、ベリーロング、オーバークレスト、40、6、レフト、オーバークレスト、30、キープミドル、オーバークレスト、ジャンプ、イントゥー6、ライト&3、レフトロング、イントゥー3、ライトタイトゥーン、50、オーバークレスト、イントゥー3、レフトタイトゥーン、イントゥーターン3、ライトタイトゥーン2、イントゥー5、レフト100、オーバーバンプ4、レフト、ベリーロング、タイトゥーン、アンドタイト4、ライト、アンドキープレフト、オーバー30、4、ライト、キープイン、オーバークレスト、30、3、ライト、オーバークレスト、オープン、ベリーロング、タイトゥーン、イントゥー3、レフト、ベリーロング、オープン、ミドル、オーバークレスト、50、6、ライト、オーバージャンプ、ネイビー、30、アーリー、5、レフト、オーバークレスト&6、ライト、イントゥー、コーション、6、レフトタイトゥーン、3、イントゥー、タイト3、ライト50、キープライト、オーバークレスト40、3、レフトタイトゥーン、イントゥー4、ライト、オーバーディップ、ロング、イントゥー6、レフト、ベリーロング、オーバークレスト70、ディップ、イントゥー、コーション4、レフトタイトゥーン、オーバークレスト、イントゥー6、ライト、80、オーバーバンプ4、レフト、ベリーロング、イントゥー3、ライトタイトゥーン、40、アーリー6、レフトオープン、オーバークレスト、ロング60、
キープライト、オーバークレスト、イントゥー4、レフトタイトゥーン、イントゥー4、ライトロング、オープン、ミドル、オーバークレスト。オープン50、クレスト、イントゥー6、レフトロング、タイトゥーン2、ロング。30、6、ライト30、5、レフト、キープイン、オーバージャンクション、イントゥー6、ライト、イントゥー6、レフト、オーバークレスト、50、タイト4、レフト、ベリーロング、イントゥー6、ライトロング、タイト5、レフト、イントゥー6、ライト、60、6、レフト、アンドキープライト、オーバー30、6、レフト、オーバージャンプ、エクストラロング、タイトゥーン。イントゥー5、レフトロング、タイトゥーン、オーバークレスト。イントゥー5、ライト、オーバークレスト。オープン、ファストジャンクション、タイトゥーン6、オーバークレスト。イントゥー6、レフト、イントゥー、ターン3、ライトロング。30、4、レフト、オーバークレスト。イントゥー6、ライトロング。イントゥー、コーション。3、レフトロング。オーバークレスト。アンドディップ。オープン6、オーバークレスト。40。4、ライト、オープン。オーバークレスト。イントゥー6、レフト30。クレスト、アンドターン4。ライトタイトゥーン。オープン、オーバークレスト。50。キープライト、オーバークレスト、イントゥー6、レフト70、ジャンプ、イントゥー6、ライト100、オーバーバンプ、5、ライト、オーバーディップ、イントゥー5、レフト、オーバークレスト、70、キープライト、オーバークレスト、イントゥー、コーション6、レフト、オーバークレスト、アンドターン3、ライト、イントゥースロー4、レフト、イントゥー2、ライトタイトゥーン50、アーリー4、レフト、オーバークレスト、ロング、イントゥー6、ライト、イントゥー5、レフト、ベリーロング、タイトゥーン4、イントゥー、タイト3、ライト、イントゥー3、レフトロング、タイトゥーン、オープン60、アーリー6、ライトタイトゥーン、オーバークレスト、アンドジャンプ60、アーリー5、ライト、オーバークレスト、イントゥー6、レフト40、3、ライトタイトゥーン、アンド3、レフトオープン、6、ロングタイトゥーン、イントゥー3、ライトタイトゥーン、イントゥー6、レフト、ベリーロング、オープン、オーバークレスト、100、6、レフトタイトゥーン、4、イントゥー5、ライト、エクストラロング、オープン、150、キープレフト、オーバージャンプ、イントゥー6、ライト60、コーション、キープライト、オーバークレスト、イントゥー3、ライト50、4、レフトタイトゥーン、オープン、オーバークレスト、スロー30、ターン未確認1、ライトオープン50、キープライト、オーバークレスト、イントゥー6、レフト70、ロングクレスト、イントゥー6、ライト、オーバークレスト、ジャンプ&ジャンプ、イントゥー4、ロング、オーバーディップ、イントゥー6、レフト100、はい、シボレーカマロ終わりましたけど、まあね、本当にやっぱり難しかったです。まともにね、まっすぐ走らないですよね。
だから走らせることも難しかったですよね。もういかにもアメリカン V8 な音してますけどね。まあやっぱりね、コツはね、しっかりとブレーキをすることだなって思うんですけど、まあこれでもね、全然ね、タイム的に言うとね、大したことないんですよ。まあこのようにね、289位ってまあこんなぐらいだったんですけど、まあトップとの差がね、1分何秒差っていうとんでもなく開いちゃってます。でランキング見るとね、やっぱ前回やった BM のね、 M2 コンペティション、これがやっぱり扱いやすいんでしょうね。俺も確かに扱っててね、結構この車に比べたらね、全然扱いやすいなとは思ってたんで、やっぱあの車がね、速いみたいで結構ランキングを埋めていました。でもね、このカマロのね、最上位の人とはまだ結構差が開いてるので、まだまだね、乗り込めばタイムは全然詰められるかなっていう感じです。まだ練習中なんでね、完璧に扱ってるにはまあ程遠いんですけど、あとはやっぱり、まあ、ロング SS でやってるので、まあ、細かなミスがね、やっぱり蓄積するとね、その分ね、どん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 タイム差はやっぱり開いていってきますよね。で、こっちもね、やっぱりこう、ちゃんと走らせようっていう感じでやってるので、まあ、だいぶ遠慮気味にいってる部分もあるのでね、まあ、そのおかげでちゃんとコントロールはできるけど、まあ、やっぱりちょっとね、こう目を三角にしていくと、まだまだこう全然ね、横転とかするような状態ですね。まあ、やっぱりね、そこなんですよね。やっぱ自分の中でね、限界ギリギリを攻めていこうとすると、どうしてもね、コントロール不能になってしまって、まあ、側壁にね、衝突して、横転とか、そういうパターンになりがちなのでね、8割ぐらいで乗っていくとね、まあ、こういう風に乗れるんですけど、まあ、その要は8割をね、どんどんかさ増ししていくのがね、一番やっぱり手っ取り早いのかなって思いますよね。だからやっぱ走り込む、これが一番重要かな。まあそうすることによってね、だんだんとね、自分の限界が押し広げられていって、まあ能力向上につながっていくかなと思います。でこちらのね、カマロ GT4 の、まあ GT4R ですね、のまあ話に移りますけど、まあこちらのね、GT 車両を製作したのは、コルベットのね、 GT3 車両を作ってるアメリカのプラット&ミラーエンジニアリングっていうところがね、この GT4 車両は作ったみたいですね。市販のね、カマロの ZL1 っていうモデルをベースに、まあ、6.2 リッターのエンジンをドライ散布化して、ギアボックスはね、エクストラック製のミッションを搭載してるみたいです。で、まあ、空力面でもね、スプリッターと、まあ、リアのウィングを、まあ、新設計で搭載してるとのことです。まあ、案の定ね、ラリーに関しての記事は一切ないので、まあ、このゲームの中での、まあ、カテゴリーなんでしょうね、この GT ラリーっていう。まあ、さっきもちらっと言いましたけど、扱いやすさはね、間違いなく M2 コンペティションのがあります。とにかくね、トルクフルなのでね、暴れますね。あと重いので流れたら止まりにくいです。だからしっかりと止めようと思うと、途中で止めるのは厳しいので、やっぱりね、進入速度を抑え気味に行くしかないですね。まあ、それはね、あくまでも今のところの俺の腕での話ですね。とりあえず俺はそうしないとコントロールできなかったです。進入をしっかりとブレーキして、とりあえずまあアクセルでコントロールしていくって感じかなーっていう感じです。まあでもこれはね、このゲームでの後輪駆動の乗り方全般的にそうですね。だからしっかりと進入速度を落とし気味に行くっていうのはね、かなり重要なところですね。四駆のようにね、エイヤーって横向けて、その横向けたアングルでブレーキをかけるっていうのは厳しいですね。特にこの車両だと重いので、その抵抗でやっていくっていうのは無理です。四駆の場合だとね、アクセル踏めばそのままね、アンダー方向に行くっていう特性がある時点で、まあ、横に向けてもね、コントロールって被害としやすいんですけどね、FR でその状態でアクセル開けてもね、結構やっぱりとっちらかったりするんで、
まあ、コントロール不能っていうかそのままスピンに突入していくっていうのが多いのでね、まあそうですね、横向けるって言ってもね、ブレーキをしながらじわーっとケツを流す程度にした方のがいいかなっていう感じでした。はい、ってことでね、とりあえず今回は以上で終了します。もしよければ、もしすいません、もしよろしければね、最後までご覧ください。それではご視聴ありがとうございました。